無理して結局動けなくなった。ドジャースの勝利には欠かせない MVP トリオの一角フリーマンがついに動けなくなったようだ。フリーマンは9月27日のパドレス戦で右足首を捻挫して途中交代し、その後3試合を欠場していたが、地区シリーズでまさかの強行出場。大事な地区シリーズ第1戦に3番1塁で出場し4打数2安打と勝利に貢献。しかも1盗塁と鉄人ぶりを見せつけた。しかし地区シリーズ第2戦で3番1塁で出場したものの6回の守備からベンチに下がってしまう。ロバーツ監督は試合後の会見でフリーマンの状態を問われ、詳細はまだわからない、試合中に足首が本当に痛んでいるという連絡を受けて彼は本当に動けない状態になってしまった、彼はできる限りのことをしているが第3戦の出場については不明だと説明し、重要な第3戦での出場は微妙な状態のようだ。こらいわんこっちゃない。第1戦でなんで盗塁してんねんって突っ込んだ人多そう。フリーマンの交代で流れ変わった。捻挫は癖になるから治りづらいんだよな。大谷、ベッツ、フリーマンの誰かがやってくれる感がなくなってしまう。それでもフリーマンの男気にチームメイトが応えるしかない。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。